こんにちは、カオルンです。今日はなんとあの300円ショップの3COINS さんで有名な漫画とコラボしていた商品があったんで買ってまいりました。それがこちらでございます。ドゥルン、ワンピースコラボ、イエイ。たまたまね、僕 3COINS さんになんかこう引っ越しを今度するのでなんか商品があればいいなっていうところで買っていったら、なんとワンピースがダーンと置いてあって、うわ、これは買わなきゃと思って買ってまいりました。今ね、ちょっとちらっと見せたこのバッグね、このカラフルな色とモノクロのパターン2種類ありました。まあね、若干どっちかといえばカラフルの方が商品の種類的には多いのかなと思うんですけど、今日はねバランスよく買ってきたので紹介できればと思います。ですがね、やっぱり全部買うことはなかなか難しかったので、今日はねそのうち何種類かを買ってきたので、それと一緒に他の商品もこういうのがあったよっていうのを言えればいいかなと思います。それでは早速やってみよう。はい、まず紹介する商品はこちらです。トートバッグ、結構ね大きいんですよね。これ中ね別にポケットとか何もないんですけれども、表がこういうね、ルフィとねチョッパーのデザインになってて、裏が、ワンピースの海賊船の旗になってます。結構こんな感じで大きめなので、かなりねお買い物とかに適してるかなと思って、でこれね、僕これから一人暮らしするのでお買い物するときに、ちょうどいいのかなと思ったので、買ってきました。よかったらぜひどうぞ。次紹介するのはこちらです。これね、あのヘアアイロンの入れ物なんだけど、この間皆さんにサンキューマートで買ったヘアアイロン紹介してきたと思うんですけど、なんかねちょっとね、サンキューマートに売ってるケースっていうのはちょっと女性っぽいなっていうのはやっぱり多かったので、だそれはそうだよね、ヘアアイロンって女性の人が多いから。でも男性の人も使いたいなと思った時にちょうどねいいのがあったから、これだったら男性も使えるし、もちろんね女性の人も使えるかなと思います。ちょっとはめてみましょうか。今ね入れ物がねないんでね、この元々買ったやつに入れてるんですけど、今日早速デビュー戦行ってみましょうか。こんな感じでここに入れてと、あーちょうどいいかもね、こうして、入れて閉めて OK、 いい感じですよね。こういっぱい見えるかな、ゾウとかブルックとかナミちゃんとかがいっぱい写ってるやつになります。かわいいよね。で次紹介するのがこちら、パソコンケースでございます。これもね僕がね動画編集するから買ってきました。でこちらはね、あの先ほど話したカラフルバージョンともう一つモノクロバージョンのモノクロの方になります。モノクロもね結構シンプルでかっこいいよね。カラフルもあったんだけど、パソコンだったらシンプルがいいかなと思って、モノクロにしました。でいつもね動画編集してる時に使ってるサーフェスっていうパソコンがあるんですけど、ちょっと入れてみましょうか。入れてみましょう。このケースにこんな感じで、どうかな、いい感じじゃない。隙間的にはまあこのぐらい、まだ余白はあるので、サーフェスって結構ちっちゃいパソコンなんですよ。なんで普通のノートパソコンで持っていく人も十分入る仕様になってます。最後に紹介してくるのがこちら、モバイルバッテリーです。僕ねモバイルバッテリーまだ持ってないんですよ。なので今回ねちょうどいいやつがあってすごい嬉しかった。ただこれはあの300円じゃなくて1000円します。ちょっとね高いんですけど、でも1000円でねこのぐらいのカラフルありますし、このね裏側を見てみると500回って書いてあるんだよね。500回、平均的に使える商品ではあるので十分かなと僕では思いました。表紙はねルフィとチョッパー、あと海賊船と、あとあれですね、チョッパーのあの桜のあの海賊船あって、ね、あのドクターいたよね、お医者さんの人、あの人の絵も描いてあるというところで、結構おしゃれな仕様になってるんではないでしょうか。この他にもね、あとはね水筒とかおにぎり入れとかクリアファイルもあったし、あとマスキングテープとか、先ほど僕が買ったトートバッグじゃなくてリュックサック型のあの巾着袋になってるやつ、あれも売ってたし、あとあれだ、コミック入れる用の棚も売ってた。棚の周りが結構ワンピースの絵がたくさんバーっと書いてあって、派手なんですけど結構おしゃれだったりね、そういうのもいいのかなと思いました。はい、ということで今日はワンピースコラボ紹介してきたんですけれども、 3COINS さんついにやりましたね、ワンピースコラボ。高かったでしょう。ワンピースの商品がこうやってね300円でね手軽に手に入るっていうのはすごいすごいいいなと思います。
ぜひね、皆さんもね、スリーコインズさんに足を運んで、ワンピースコラボの商品買ってみるといいんじゃないでしょうか。それでは今日もご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。本日はカオルンチャンネルをご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録者100人という目標を目指して頑張っていますので、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いいたします。またインスタグラム、ツイッターもやっていますので、そちらもフォローしてくださいね。それでは次の動画も頑張ってまいりますので、応援のほどよろしくお願いいたします。じゃあね。